ち得意のジャンプ種目を続けて披露していきます。体勢が踏み立てやすくなります。十分にご注意ください。
約260キロほどです。さあ、ここからフリートークを送ってくれました。さあ、それでは韓国語で大きなオフィシャルとしてご挨拶です。それでは早速ココアが逆さまになって大きなアピールを披露してくれました。イルカたちの尾びれは魚とは違い、体に対して横向きについています。その尾びれを上下に動かすことによって得意の高いジャンプや速いスピードで泳ぐことができるんです。
者は終了です。